回答とかしてないもん。正答ない、正答パスはないな。Thank you.
すごいね、なんか燃えよみたいな。雪が積もらんけど部屋は寒いちゃうし、部屋はあんまりぬくくせんやん。こっち、北海道とかね、日本の方はね、半袖になる、こっちで半袖になるまでぬくめんやるち。ちょっと寒く感じるぐらいで、完全にやってね、ガンガンアイスクリーム食べて、わあ美味しい美味しい。Thank you.
사람이 되게 뭐 하는 거야. 허리야, 그냥 아래 거기서 좋아. 일산이 가야돼 가지. 와, 혼자. 나한테. 아, 보고 이뻐 오면 진짜 봐. 혼자야. から取れるってことね。いや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 、なんかいやいやいや。普通のハガキとかよ。そうやね。新聞も開こうかな。下まで取りに来ない。あ、そうやね。でもオートロックでみんな取んないの。パジャマのまま取りに来ない。あ、でもうちの近所のあの新しくできたマンション。ここ入ったよ。うん、で新聞配達サービスとか入ってる。配達サービス。だけ下に寄って受け取ったらその新聞をその階の玄関まで入れるんや。誰が？誰かおるんやない。管理人が。朝だけ来るんかその人が。で新聞はもうここにまとめて入れてくれみたいな感じで。ここ三パークやなかった。そんな新聞取らん人は取らん人はしょうがない。取る人だけだなと思う。だけどあれやね、ゴミも、あ、ゴミも買い取った。そうやろ、うん、だけど多分それも金取る。玄関の前にポンジ置いてたら持っててくれる。そうそう、玄関前にポンジ生ゴミ置いとくやん。でうちの会社サンパークは全部そうだ。いいよ。だけど業者に発注して、そこはしよう。だけどそこのマンション用の台車をもう買っとるね。で置いとくのさ、うん、管理人室に。うんうん、でだけどそれに入れてみんな。台車軸枠付きな。うん、そうね。何年かに一回買い替える。汚くなるけ。持っていた後にこう汁が出たってこと？そうそうそう、それで苦情があるの？あ、ふざけんなって感じやろ。自分家がどうにか綺麗にしときゃいいよね。それか中にもう一個ビニール入れてするとか。で、それでね、汚くなっとるってから、うん、それも何日もそのまんまっちゅうよ。あんたさ、そのまんまやに普通の人やったら専用のうち自分家のまんまやないやけさ。してするのが当たり前みたいな感じで、いつするんかこういった。風邪でもしてんけど、ちくちゃそういう風に苦情をかけてくれる人がおる。ちょっと信じられんねっつってかみんなに言う。でもそれはそれでまたしょうがないよ。いや、それはあのそこまでのあれはないから、あのそれはそちらでしてくださいって。それでもごねる人おるよ。どう？もううちゃ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 う、ふざけんな。それならもっと管理費高くするぞ。しんちゃんこの家は？なんか人通りみたいな。77はこんなんじゃないね。知らん。いや、誕生日っぽい日付やった。誕生日がいつなのか知らん。
それでだいぶ言われたっていう話をしよったんや、うん、要は旦那さんの親から相当なんか言われるって。でそれが嫌やったけ、自分は息子の孫には会いに行かんって言いたくなるけど、息子が可愛い、やっぱ娘より息子の方が可愛いって、まあまあ、だけその要は嫁さんに文句を言いたくなるって。そんな、だけその気持ちが分かるって自分も言われてきたしって、だけその孫に会いには行きたくないって。えー、そうなの。でその嫁が座ったのや、うんうんうん、だからちゃんが気の利くいお嫁さんやねって言ってから、いいお嫁さんやねって言って褒めたら姉ちゃんがそっちちゃんの方が見えるに当たっちゃうほど、ね、横側がね
長いんだ。